黒金康美は、日本の大倉官僚、政治家。衆議院議員、内閣官房長官。1981年君一等随法省受賞。父親は、戦前の立憲民政党代議士の黒金康義。山形県米沢市出身。旧政武蔵高校を経て、東京帝国大学法学部に入学。肺結核に罹患し4年間、病床で過ごしたため。 人の場をかけ大学を卒業する。公文に一番で合格し、1935年に大倉賞に入賞。理財局属。戦後、津島敏一、池田隼人良造賞の秘書官を務める。父の死後は、米沢に近い赤湯町出身の結城豊太郎が、後見役を担ったほか、郷里の遺材である池田茂明とも接する機会が多かった。 仙台国税局長を務める折、池田から米沢に父君の地盤もあることだし、役人を辞めて政治家にならないかと勧められ、1952年3月で退官。同年10月の第25回衆議院議員、総選挙級山形一区から吉田茂率いる自由党公認で出馬し当選。以後当選9回。当選同期である大平正義。 翌年政界入りの宮沢貴一と共に、池田側近の三バガラスと呼ばれ活躍する。自治政務時間を経て、1962年、第二次池田内閣で内閣官房長官として初入閣。体制が期待された。しかし、1964年に、信仰のあった貸しビル業、吹原産業社長の吹原博則が、黒金から預かっていた実印を用いて保証書を。 偽造し、その偽保証書を悪用して銀行から資金を不正に引き出そうとした事件が発覚した。こういう関係におけるうかつさから信用を落とし、その後は目立った活躍もなくなる。黒い切り解散と言われた1967年の総選挙は乗り切ったものの、1969年の総選挙では落選。その後1972年の補欠選挙で返り咲くが、 1976年の総選挙で再び落選後、食道がんを患い政界から引退。1986年10月11日、東京都品川区の病院で心不全のため死去。75歳を打つ。ありがとうございます。